はいどうも、パルプンテジェルサッカーチャンネルのつつんです。とりあえず、今回はギラバンツ J 残留ということで、まあよかった、本当によかったと。ね、あの、まあ一旦 JFL に落ちてね、やり直せとかね、まあこれよく言われるんですよね。まあ一旦 J2 に落ちて、やり直そうとかね、えー、J2 に落ちて、もう一回、えー、チームを作り直そうみたいなことを、えー、言う人いるんですけど、あんなもう全部無視していい、本当ね、落ちていいことなんか何もないと、本当落ちてよかったというクラブはほとんどないですね。本当これね、もう僕が知る限り落ちてよかったっていうクラブは、あんまり 聞いたことがないというか、パッとは出てこないんで、まあ、ないでしょうというところで、落ちたら落ちたでもう選手は離れていくし、選手来なくなるし、スポンサーは離れるし、でも何が落ちてね、やり直そうだっていうところを僕は常々思っている、今、まあ、この時期よく思ってはいるんですけれどもね、しかし今、まあ、まあ、それぐらいやっぱ野球人になるかと思かったし、まあ、この試合終了後のね、まあゲーム負けだしね、えー、負けたっのはありますけれども、やっぱこう、試合終了後サポーターさんからの厳しい声もあっというところで、まあ、これはしょうがない、不甲斐ない1年間だとか間違いないというところで、まあ、小林慎二監督のね、試合後の、ね ね、この試合後があれか、えー、セレモニーか、えー、今シーズンホーム最終戦のセレモニーの中でも言われておりましたけれどもやっぱり5年にね、えー、この5年間かこの5年間で、えー、選手は1人しか残っていないみたいなことを話されておりましたけれども、まあ、それぐらい難しいんですも J3 まあやっぱ厳しいリーグにはなってきますし、まあ、松本山がですあんなに苦しいんでるというとことまあようやく愛媛があってっていうところなんでやっぱこう一旦 J3 に落ちると、まあ、J2 に上がるのは難しいという、まあ、リーグになってきまして、まあ、さっきも言った選手の引き抜きがおいまあ地方クラブの宿命じちゃ宿命にはなってきますけど でもねまあ、やっぱ小林新監督もそこは悩んだというところでございましてさえー、今回そう、えー、じゃあまあ JFA の試合結果見ていきましょうかねこちら。 そう、えー、これが、えー、JFL の試合結果っていうか、まあ、最終結果というところがございます。まあ、まあ、試合の振り返りに関してはもう2日経ってますんで、ね、もう、えーね、ね、ギラバンズ北九州のゲームに関しても2日間経ってますんで、特にもう2日経ってしまったらね、というところで、まあ、ゲームは見てましたね。もちろんこれね。もちろんゲームは見たんだけど、ちょっと、ね、動画をね、他に撮る緊急事態とかいろいろあってね、長がまあ動画にすることを北九州できなかったんですけどね。まあ、ただゲームは見た。ゲームは見た上で今回もギラバンズの話は、まあ、もう試合結果はいいと、まあ、あ本当残った話をしていきたいというところがございます。まあ、ね。 どうなんだ本当北九州最下位は最下位なんだけど、ただね、まあ、この試合もね、複数失点してありますけれども、やっぱりこう、守備のとこが、ちょっとだからね、点取り始めてからちょっと失点も増えたみたいなところがありますんで、難しいですけれどもね、ただ来季はまあもう一回 J リーグね、もう一回これ J リーグでやるチャンスがあるというところで、まあ、やっぱ北九州はまあ最下位から J2 に上がったシーズンもあったんで、これからというところ、当その時の再現をというところでございましょう。で、まあ、これがさっき出した、さっき出した JFL の順位表というところで、まあ、滋賀がね、レイラク、滋賀が 多分,あと,ね数分あと数分耐えればまあ2位まで上がるチャンスは。 あっというところで、まあ、え、浦安がまさかの2位というところで、まあね、ソニー、仙台も勝てなかったというところでございます。まあ、これだから、あのホンダとね、ソニー、ホンダ、ソニー中ね、これ JFL の門番の1枚がちょっとね、陥落してしまっていますんで、来季以降ね、どうなるかというところ、まあ来季はね、そう簡単には、え北九州もまあ落ちないと思いますけどね、そう簡単なシーズンに来,来年もならないと思いますけども、ただね、ほんと JFL のところが若干これね、ソニーが破るというところでございます。 まあ本当ね、浦安がライセンス持ってなくてよかったねっていうのもあります。まあ滋賀がね、本当ね、残りで85分ぐらいまでね、確かね、確か85分ぐらいまでは、あれですよね、なんかね、まあまあ、勝っていて、勝っていて、そこからね、追いつかれてみたいな展開であったんで、まあ本当、足り本がね、ありますけど、この結果、まあね、ェ、えー、リーグ残留と。 言うとこ、本当にね、良かった。まあ、来季以降、これつなげてほしいし、まあ、小林晋嗣監督が来年、来年、どういう立場になるか分かりません。まあ、監督職を続けるのか、それとも他の監督連れてきてまた、ね、編成とか、まあ、えー、そっちに打つのか分かりませんけどね。まあ、ちょっと小林晋嗣監督も、 やっぱり苦しいんだ。もう今のギュラバンツであってもやっぱりね、小林新監督であっても、今のギュラバンツはなかなか厳しいと。ただね、やっぱ選手自体はいい選手が僕は北九州は揃ってると思っていて、ね、メンバーはいいんだけれども、やっぱ勝てないのはなんでだというところには。 なってきますねまあ、例えば村松選手も、村松は来季残るのかな一応、村松長崎からレンタルですよね。ビファーレンからのレンタルで村松来ておりますので、ちょっと村松選手の去就も若干気にはなりますし、まあ若手坂本選手もね、いい働きしましたし、で、後半、まあ、あんこう出番がね、だんだん減ってきましたけれどもね、センターバック多い選手ですね。やっぱりこう左足のね、精度高いし、まあ高さもある、えー、多い選手というところで、まあフィード能力ありますこの選手はね。まあ、正直、ビルドアップ型のセンターバックというところなんで、多分小林審議監督はこの多い 選選手手みたいな本当は、もっと使いたかったんで、中岡ちゃんありますし、というところでございましょう。で、若手中野選手もいてみたいな、本当にいい選手いっぱいいるし、まあ、それにあとボランチのところですよね。まあ、ボランチのところでやっぱ若谷選手、若谷選手がね、非常にいいプレイを、今年見せておりましたんで、ちょっと来季若谷選手の活躍に期待というところでしょう。で、本当、悔しい思いしたのは多分ね、野瀬選手と岡田選手や中岡というところでございますんで、やっぱいい選手はいる。本当ね、実績ある選手はね、まあ、J1 じゃなくてもね、J1 じゃなくても各カテゴリー 結果残る選手がたくさん客層いますんで、ちょっと来季以降は期待というところでございましょう。そして、まあ、ま、えー、エボコ選手です、ね、まで、あ、サイドハーフとかね、まあ、センターホールの選手にはなってきます。多分ほとんどサイドハーフでの必要だったエボコ選手ですねまだ若いんで、エボコ選手にも期待いというところで、まあ、ちょっと一発ありそうですね、こエボコ選手ね。というところでございまして、まあ、来季でこの外国人選手たちの活躍というところも含めて、ちょっとまあ期待したというところでございましょう。まあ、何せまずね、J リーグ残留おめでとうというところでございましたけどもね。はい ってことで、以上です、以上、バルブンで、ゆるサッカーチャンネルの、つつんでしたが、そます。その、